ジャパンブリーディングファームズカップ JBC レディスクラシック JBC レディスクラシックは日本の JBC 実行委員会と試行競馬場を管轄する競馬主催者が各地の競馬場で持ち回り開催する重賞競争である。農林水産省より賞の寄贈を受けており、正式名称は農林水産大臣賞典 JBC レディスクラシックと表記される。 アメリカ合衆国のブリーダーズカップに反を取りながら将来的ネダートの各カテゴリーにおけるチャンピオン決定戦とすべく生産者が主導して実施する JBC 競争の一つとして2011年に創設された。2001年より開催地は固定されておらず各地の競馬場が持ち回りで施行している。2020年からは JBC2 歳優春の新設により 同日に2場で開催されている。日本グレード格付け管理委員会の取り決め規定により、創設から2年間は、ダートグレード競争としての格付けはされず、2011年は S1、2012年は重賞として施行された。2013年より、日本グレード格付け管理委員会によって、JP に新規格付けされた。施行距離は、ダート1800メートルを原則としているが、 試行上の距離設定の都合により前後する場合がある。各界の試行上、試行距離は歴代優勝馬を参照以下の内容は2020年の実施要項に基づく。試行上、距離多い競馬場、ダート1800メートル出走資格サラブレッド系3歳以上の地方競馬及び中央競馬選定馬父馬が JBC 協会に種ボバ登録されていない馬は、 当該場の場所が JBC 協会の定める追加登録料を JBC 協会に支払えば当該年当該場に係る同種母場登録がなされたものとして出走が可能。トライアル競争、編集上記のほか各地区地方競馬で施行される一部の重賞競争が JBC 指定競争として JBC 出走場選定要領により定められている。 優先出走権の付与はないが、選定にあたってその成績が重要視される。負担重量、編集定量。3歳5 3ラム4歳、以上5 5ラム負担重量も、参照賞金額2020年の賞金額は、1着4100万円、2着1435万円、3着820万円、4着410万円、5着205万円。 着外手当30万円。生産者賞1着場から5着場の生産牧場、及び当該場の母馬に種付けした時点の種母馬登録者に対し、それぞれ生産牧場賞及び種母馬登録者賞として、JBC 協会から当該賞金の2.5%相当額を支給する。ただし、追加登録料を支払って出走した馬が入着した場合は、 JBC 協会が定めるところにより、生産者賞は支給しない。一着賞金は、創設から2012年まで4000万円だったが、2013年から4100万円に増額された。地方競馬の主催者によって、賞金の配分が異なるため一着賞金に変更が、なくても二着以下の賞金が増減することがある。2018年の JRA 開催の際は一着。 賞金5000万円に設定された。すべてダートコースで試行。各回競争結果の出展。編集場所名義ジャビスサーチより、ありがとうございます。